さあ次のお悩み相談、土屋さんどうぞ。悩みなんだ。ありがとうございます。というわけで土屋さんのお悩みは何でしょうか。僕もちょっと R1 関係になっちゃうけど、自転車競技部の部員が疲れたら田原俊彦になるっていうネタをまあやったんですけど、まあ、あれしかないんですよ僕、ほうネタが。あ、ちょっとなんかネタ考えてほしいな。設定出す。設定だけでもいい。ちなみにその決勝残ったらやろうとしてたのはどんなの。まあ刑事が犯人を追いかけて疲れてターとした。なるほど。タワトシイコのシチュエーション。それしかないよ、ね。別のシーンのタワトシイコでもいいんで。まあでもいい。ああなるほどなるほど。提案です。あじゃあはい。ちょっとこれもパッと開きました。すいません。じゃあのお悩み解決大喜利どうぞ。やっぱ。土屋さんといえばダークおしっこっていうので話題になったんで、もうそれを逆手にとってもう社員うんこって逆手って社員うんこや社員アンサー排泄物土屋のお悩み解決大喜利どうぞ。映画グリーンマイルのジョン・コービーのコスプレをしてコーッとラーメンを食べるテイストは残しつつですね。テイストは残しつつですね。はい、行きましょう。こちらのお悩み解決大喜利をどうぞ。朝までテレビを見ていたら田原総一郎田原違いやった田原違いね。これいいね。こちらのお悩み解決大喜利どうぞ。T シャツ着たくなったら田原俊彦なんで T シャツ T シャツ着て T シャツ田原俊彦なんでなんでこちらのお悩み解決大喜利をどうぞ。土屋です。コント自転車競技部が急に田原俊彦になったらこちらのお悩み解決大喜利をどうぞ。もう整形手術でもう脳みそをスケルトンにしてもらって、どうも人造人間サイコショッカーでございますけどもサイコショッカー書きたいだけだ、はい、サイコショッカー漫談やってくださいこちらのお悩み解決大喜利をどうぞ。本当にもう真っ黒いおしっこ本当に出せるよもう真っ黒いおしっこをダークおしっこ出しちゃいましょう。ダークおしっこを逆にタワラとしっこって言ってねみたいな意見がお前がペットボトル入れてたやつこれ確かに確かにこちらのお悩み解決大喜利をどうぞ。自転車に乗ってたら田原俊彦になったとです。土屋です。土屋ですありきだな。土屋のお悩み解決大喜利をどうぞ。ハッとしてグッとしたコンテンツざっくりしてんな。土屋のお悩み解決大喜利をどうぞ。やっとゴールした。ごめん、トシちゃんのままになっちゃった。トシちゃん。トシちゃん。あれ、トシちゃんのいねえ世界線にトシちゃんのまま来ちゃった。壮大な壮大な壮大な解決大喜利をどうぞ。せっかく身長も高くて体も細いんで、映画クレヨンしんちゃん雲国際の野望のピエールジョコマンパイクはい、というわけでどの回答を参考にどれかをやれってなったらどれやる。グリーンマイルのダメ進んのかいはい、というわけで回答は竹本さんのでありがとうございました。はい、じゃあ、ありがとう。